叱るとか、まあ、やっぱ意見がぶつかる時もきっとあると思うんですけど、なんかその時で選手たちの反応というか、なんか印象に残っているエピソードみたいなのがありますか？2006年の、選手たちの引退後とかにちょっと